ホンダ RA270 は、ホンダが開発したフォーミュラワンカーの試作車。1964年2月に初走行した。二輪レースの世界で成功を収めたホンダは、F1O エンジンを開発し、世界選手権に参戦することを決定した。最初のエンジン、RA270E の開発は1962年8月に始まり、1963年中に組み上げられ、 ベンチテストが繰り返され、次の段階として実装テストが行われることとなった。当初はホンダが購入したクーパー T53 に搭載するよう計画されたが、クーパーに V 型12気筒エンジンを横置きに搭載するには無理があったため、それを参考にオリジナルのテストベッドとして RA270 を作成することになった。設計は2輪の車体を専門としていた、 ババトシツグが担当し、1962年11月より開発に着手し、1963年12月末に完成した。社名の RA270 のうち、RA はレーシングオートモビルのイニシャルであり、270は最高速時速 270km を目指すという開発陣の意気込みを表したものである。シャー氏は、 エンジンの完成に間に合わせることを優先しており、半年後に完成した実践用マシン RA271 のような新技術は盛り込まれていない。構造はモノコック式ではなく、クーパーと同じパイプフレーム式である。エンジンからは12本のエキゾーストパイプが独立して、車体後部に伸びているが、これも後に集合式に改められている。車体は金色に塗装されていたが、これは ホンダの創業者、ホンダ総一郎が好きな色であったとのことである。当初は塗装ではなく、ボディに金箔を貼ることも望んでいたという。RA270E エンジンは、チームロータスに独占供給される予定だったが、1964年1月にロータス側から契約解消を告げられたため、ホンダは、RA271 を作成して、独自参戦することになる。 RA270 は荒川テストコースでシェイクダウンされた後、来日した元 F1 王者ジャック・ブラバムによって鈴鹿サーキットで実装行テストが繰り返された。なお、1964年2月に鈴鹿サーキットで行われたシェイクダウンでドライバーを務めたのは高橋邦光と小賀信夫である。テストでの使用後はホンダの指示により破棄され、電車は存在しない。 走行中の映像も残っていないとされてきたが、1964年2月の鈴鹿サーキットでのシェイクダウンの映像を記録したビデオテープが2013年に埼玉県和光市のホンダ技術研究所倉庫で見つかり、2015年6月に報道陣に公開された。ナオコの映像では当時のホンダ4輪全体の開発責任者である中村義雄が自らドライバーを務めている。 ありがとうございます。